皆さんこんばんは。今回はゲームフリークのところに行ってみたいと思います。ゲームフリーク行ってみます。ピッピかわいいでしょ、たまらん。ポケモンずっと遊んでるゲームだって最悪です。っていうか僕はポケモン X シリーズから遊んでみました。遊んだ人気は内緒にしときます。チャオ素敵な歌が完成したの。なおポケモンの歌だ。いい感じだが書いてる。みんな書いてる。ちょっといい感じっていうかな。ほら、文句系スター、ゼカが持ってくる歌を手、ズバカンが待ったら僕に店に来てということで、図鑑は僕はまあまあ待ってるので、次は行きたいと思います。そうですか、僕たちが作ったゲーム、どの色見たい？赤。そうですか、当たり、赤は遊びたい君は自分の気持ちで素直ですね。緑。そうですか、緑を選んだ君は、コイングワンウェイですね。コイングワンウェイは意味は知らないが、次は青見たいと思います。そうですか、青が遊びたいなんて、君はかなりマニアだね。黄色。ピカチュウ冒険頑張ってね。サントサントムーンの広告があります。お秘密。ということでゲームクリエイター森本と戦いたいと思います。どういうポケモンを出してくるんでしょうか。ゲームクリエイター森本が勝負を仕掛けてきた。僕ゼオネアス行ったりで行くわ。ガルーラ懐かしいですね。東京ポケモンとモンスターシリーズ東京ではポケモン赤緑青ピカチュウシリーズから登場してます。ガルーラはこれを見るだけで図鑑が埋まっていくし、ああ死んだのか。ムーンフォース。相手のガルーラは倒れた。ジャランガ53。怪力。カウジキといえば、登場は赤、青シリーズから登場ですね。怪力は倒れた。ショーですが、68。総額は61。フレアドライブ。テレポート忘れよう。鬼しずくも飲んで。ブースター懐かしいですね。ポケモンイーブイの進化系の3体のうちの1匹ですね。え、一撃じゃない。ブースターは倒れた。反動に乗り。サンダースこれは懐かしいですね。電気タイプのポケモンだし。えい！え、雷。相手の攻撃が早かった。サンダーズ、かわいそうに倒れちゃった。お、シャバーズだ。これは水タイプですね。ウッドホーンでいこう。え、よし、倒したぜ、シャワーズ。水タイプの。怪獣。さすが炎タイプですね。効果を作った怪獣は倒れた。そうです、だろう、通知。結局、僕が一番強くてすごいなんて。ということでポケモンポケットモンスターサードムーンからは機能が登場しました。もうこれは僕の遊んだ XY から登場してるけどね。僕の最初に遊んだのは
僕この言う通り、この持ってる、最初に持ってるジェムネアスがです。で、最初に選んだ御三体はフォッコなんですか、X って言えば。というか、面白いですね、このゲーム。ジェルネアスは喜んだようだ。で、銀色のポプラをあげると。おお、上がったわ。すごいな。ということで、こんな風になります。結構強いね。僕に勝てたんですか？自慢してもいいの。頑張って戦ってくれた ポケモンを元気にしてあげるよ。優しいですね。ゲームガイラ森本さんは。それからこれあげるよ。あ、持っていると預け屋さんで卵はいつも通り発見しやすいんだろう。迷いの守りだ。ありがとうございます。ということで、一日一回いただけたらよかったよ、今日。また明日ね、君のこと忘れてると思うけど。今日はもう戦わないよ。明日来てで、ということで。今回はゲームコレクターのところでした。それでは、シルエデクスターにバイバイ。